偽物小屋の兄弟たち。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。お集まりの皆々様、この度皆様にご覧いただきますのは、迫力満点、実物さながら、西はフランス、東は中国、古今東西の怪人、怪物たちが勢ぞろい。決してここ以外では見ることのできない代物でございます。さあさあ、お代を払ってからご入場ください。どこか遠く北の地で子供の頃に売り飛ばされた僕たち兄弟は偽物小屋で育てられた。ただただグロテスクな偽物として、怪物として好奇の目で見られることが僕たちの仕事。たまに自分が本当に人間なのかも疑ってしまうこともあった。ただ妹がいた。それだけが僕が人間である証だった。さあさあ、心臓の悪い方はどうかご遠慮くださいな。世にもおぞましきアインの呪い、大蛇兄弟のびっくりショーでござい。
活動大写真と呼ばれた明治35年のこと。お兄様、お客様方はどうもあの活動大写真に夢中なんですって。みんなただ新しいものが好きなだけさ。なんてことない。そのうち飽きてしまうよ。くだらない。でもお兄様、とってもすごいんですってよ。まるで列車が飛び出してくるようで、小屋の中が大騒ぎになったって。そんなことに興味を持つ暇があるなら芸を磨かないと。さっきも失敗したろ。お前もあの子みたいに団長のやつに異国に売り飛ばされてしまうよ。お兄様、そんなこと言って怖いんでしょ。だってお兄様ったら人一倍臆病者なんですもの。でも私、異国なら北の方がいいんだ。だってそこには私たちのお父様やお母様がいらっしゃるんでしょう。どうせ今頃くたばってるさ。僕らをこんな見せ物小屋に売り飛ばした連中さ。見せ物小屋は世間から隔離されている孤独な世界だから、その頃の僕たちは知らなかった。この国がまた戦争に向かっていることなんて。でもその1、雪I'm not afraid to die.
連れて行かれました。遠い遠い北の方へと。臆病者なのに異国の兵隊さんと戦うんだって。何も知らなかった私は、故郷だという北に行ったお兄様をただただ羨ましいと思いました。やがて明治39年になって、奇跡的に生き残った僕は一目散に妹のもとへ走った。芸が得意ではなかった妹は大丈夫だろうか。僕がいない中、あんなひどい見せ物小屋でやっていけてるのだろうか。たった30秒前まで軽口を叩いていた戦友が一瞬で肉の人形みたいになって死んでいった。僕を殴った上官もその形を保つことなく血みどろの塊になった。あの地では人間が人間であることを保つことが見せ物小屋よりずっと難しかったんだ。でも僕には妹がいた。妹がいたから人間でいられた。お兄様、お帰りなさい。私、お兄様の大好物のカエルを用意して待っていたんですよ。もう、何年も何年も、何年も、何年も。けれど、臆病者の僕は、この2年間、妹の身に何があったかの想像はしなかった。どこで生きていたのか、どんな奴に会ったのか、想像したなら、きっと僕まで気が触れてしまうから。君の言う通りだった。僕はひどい臆病者。Mama
写真に連れて行った。映画工業はあれから随分と発展して、常設映画館が浅草や上野に登場していた。お兄様、ご覧なさい、外国の美しい人たちやひげの小男が楽しく歌い踊り、お侍さんは悪い忍者と戦い、見せ物小屋なんてバカバカしく見えるほど世にも恐ろしい吸血鬼もいるのですよ。まるで現実の合わせ鏡のようなスクリーンの中に見入られながら僕は知った。僕が活動大写真を避け続けた理由を。だってこれは全くもって僕たちに似ている。たった一人このひどい世界に残された妹が狂ってしまった理由が分かった。だって映画は現実の偽物だから、妹はその中に取り込まれて自分を守ったんだ。だってこの世界は、僕たちが住む世界はここじゃないもの。どんなことが起きても大丈夫。だって私たちは大蛇の兄弟、くせ者の人間。このデタラメな活動大写真の中が故郷なんだから。Thank you.
cinema and 4CQ.